お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、今日の午前中に編集してくれてるみなみちゃん。みなみちゃんが動画何か上げてるみたいなので、そちらもぜひ皆さん見てあげてください。はい。それでね、今日午前中会社になんちゃん、ちょっと元気のないなんちゃんね、なんちゃんと一緒にね、友達が来たんですよ、会社に。そのなんちゃんと一緒に来た友達ね、その友達はなんちゃんが体調悪いと、ちょっとおかしいと奥さんから連絡もらって、それで自分らのところに連絡が来て、一緒になんちゃんの家に行った友達ね。まあその友達のことはね、ちょっと詳しく言えないんですよ。コンプライアンス上ちょっとね、言えないんですけど、まあその友達となんちゃんと一緒に今日会社に遊びに来てね、午前中。それでなんちゃんにね、なんちゃん今日は顔色いいやんと、いい顔色してるよと、まあそういうふうに自分が言ったんですよ。そしたら浮き沈みがあるらしいんですよ、一日の中でもね。それで誰かにね、行くぞと、外に出るぞと、手引っ張ってもらって連れ出してもらったらね、出たら出たで楽しいらしいんですよ。出るまでがね、結構しんどいらしいんですよ。それでまっちゃんがね、肩とあばらと治ったら、毎日まっちゃんになんちゃんの家回ってもらって、うちの会社来たらいいからと、うちの会社で一日時間潰せたら、まあいろんな人間来るしね、まっちゃんもいてるし、まあ楽しい話もできるから毎日おいでよと、まあ土日は休みですけど平日は会社やってるから毎日来たらいいよって言って、まあそんな感じで言ったら、なんちゃんもまあ来れる日は来させてもらうわ言うてね、まあそう言ってたんですけどね。それでね、釣り旅行の話になったんですよ。その釣り旅行ね、みんなで魚釣って、夜ね、民宿でその魚を調理してもらって、それを食べながらお酒を飲んでたらしいんですよ。そしたらバカ話してものすごく楽しかったらしいんですよ。まっちゃんがいらなくてもね、逆にまっちゃんがいらなかったから楽しかったん違うかって言ってね、まあ自分らは言ってたんですけど、でもなんちゃんはものすごく楽しかったらしいんですよ。でもね、急にツトムが、あ、YouTube って言い出すらしいんですよ。そしたら直樹も釣り好きの友達も携帯出してね、 YouTube を見出したらしいんですよ。そしたらみんな同じ声が漏れてくると、それでそれを聞いてたら、あれ、ポンちゃんやんと、これポンちゃんやろと、それでツトムに聞いたら、いやこれ勝手に言ったら怒られるかもわかんないですけど、でも実はそうなんですと。それで次の2本目、それをなんちゃんが見たらしいんですよ。そしたらどう考えても俺の話やと、俺と S さんの話やと、まさか YouTube でその話をされてるとは夢にも思えへんだと。それでこれはなんちゃんもしかしたらちょっと鬱っぽいからね、悪かったかなと、喋ってまずかったかなと、ちょっと思ったらね、違うんですよ、全く逆なんですよ。むちゃむちゃ喜んでるんですよ。もっと俺をかっこよく言ってよとかね、めちゃめちゃ喜んでるわけなんですよ。その自分が YouTube でなんちゃんの話をしてることが、それで昨日ね、一日中ずっとその自分の YouTube を見てくれてたらしいんですよ。それでね、その自分の YouTube を見ながら笑ってたらしいんですよ、なんちゃんが。そしたら奥さんがね、心配して、大丈夫？大丈夫？どっか体調悪い？大丈夫？どっか痛いとこない？とかね、聞きに来たらしいんですよ。それで大丈夫や大丈夫やと、ポンちゃんおるやろと、ポンちゃんが YouTube やってるんやと、これ俺の話やって言ってね、奥さんにそれを聞かしてね。そしたら奥さんはびっくりしてるらしいんですよ。まさか自分がね、 YouTube やってるなんか夢にも思ってないわけなんですよ。それでびっくりして、ええー、っつって、すごいなーっつって。それでなんちゃんはね、昔の話
まあ何度も知ってる話、何個もあるわけなんですよ。それでこれは誰のことやなと、これは誰々のことやなと、それを見てね、ものすごく喜んでくれてるんですよ。自分もね、そういう風に言われたらものすごく嬉しいんですよ。やってる甲斐があるんですよ。はい。それでね、なんちゃんが、ポンちゃんが昔俺のこと嫌いだったのは知ってるよと、なんちゃんが現役バリバリの頃ね、その頃自分はなんちゃんのことがあまりだったんですよ。あまり好きじゃなかったんですよ。それ前の動画で言ってるんですよ。それをなんちゃんが見て、それは知ってたよと、あまり好きじゃなかったのは知ってたよと、正直俺もポンちゃんのことは嫌いだったと、大嫌いだったと。それで自分はね、覚えてないんですよ。あまりこういうことがあったなっていうのは覚えてるんですけど、なんちゃんが覚えててね、あああったなーって言って今日喋ってたんですけど、自分がなんちゃんを嫌いになった理由がね、あるんですよ。あったんですよ。自分は違うことでなんちゃんのことが嫌いだとそう思ってたんですけどね、その前になんちゃんと絡みがあるんですよ。自分がお互い現役の頃ね、自分もまだトゲトゲしい頃ですよ、若い頃で。それでなんちゃんも出世街道まっしぐらっていう頃ですよ。なんちゃんがその頃にね、出会ってるんですよ。あるね、アパートがあったんですよ。そのアパートを自分の関係の社長とね、なんちゃんの関係の社長と共同で買おうと。それでそのアパートを自分となんちゃんと、もう一人ね、まあある人間と三人でね、そこに待ち合わせして見に行ったわけなんですよ。自分は自分の関係の社長に言われて行ったんですよ。なんちゃんはなんちゃんの関係の社長に言われて行ったわけなんですよ。それでもう一人の人間も自分の関係の社長に言われて行ったんですよ。その時三人とも初めましてなんですよ。会ったことなかったんですよ。それで自分が先にね、着いたんですよ。一番にそのアパートにね。それで自分当時ね、ベンツの SL 乗ってたんですよ。二人乗りのベンツね。そしたら、なんちゃんがね、ベンツ乗ってきたわけなんですよ。運転手とお付きの人間連れてね、S600 のね、ベンツ乗ってきたんですよ。なんちゃんはね、自分よりちょっとあんちゃんなんですよ。少し年上なんですけど、ベンツから降りてきてね、スーツにスカーフ巻いてね、ちょっとね、おしゃれなんですよ。芸能人を意識してるような格好なんですよ。当時の自分は髪の毛長くてね、後ろで束ねて、革のスーツですよ。上下真っ黒のスーツ着てね、革の。それで、何やねんこいつみたいな感じなんですよ。お互い若いしね、トゲトゲしいし。それでもう一人の人がね、まあ来たんですよ。その人はタクシーで来たんですよ。まあ、ヤクザ絡みはヤクザ絡みなんですけど、不動産のことをものすごく知ってる人なんですよ。それでその人が、まあ、間に入ってね、お互い喋ってるっていう感じなんですよ。それで外壁とかね、まあ、いろいろ見てたんですよ。どっか修理するとこないかとかね。あと、金かかるとこはどこが金かかるかとか、どういう住人が住んでるかとか、まあ、いろいろ見てたんですよ。どう考えてもね、生活保護者ばっかりなんですよ。見た感じ。まあ、こんな言い方したら失礼な言い方なんですけど、どう見てもそんな感じなんですよ。寝癖つけてね、スウェット姿で、うろうろしてるようなおっちゃんとかね、女の人がいてもね、仕事してるような感じが全くないんですよ。だから自分は生活保護者ばっかりやろと。入ってるのがね、ちゃんと家賃入るんかと。家賃滞納とかあるん違うかと。まあ、そういう心配したわけなんですよ。自分の関係の社長が買うからね。そしたら、なんちゃんは、大丈夫やと。ここは、18% 以上、利回りがあると。やたら詳しいんですよ。なんでそんな情報知っとんねんと。まあそういうふうに思ってたんですよ、最初ね。それで、うろ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 見てたらね、一台ね、車が入ってきたんですよ。クラウンか何かね、入ってきたんですよ。それで、どっからどう見てもね、ザ・ヤクザなんですよ。二人降りてきたんですよ。それで2階にね、階段で登っていって、どん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 って叩くんですよ。おい、これ何々出てこいって言って、どん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 って叩くんですよ。出てこないんですよ。でも、
さっき入っていった姿、自分は見てるんですよ。だからイルスなんですよ。イルスを使ってるわけなんですよ。それでなかなか出てこないから、そのクラウンできた役だからね、次横の横の部屋に行ったんですよ。それでそこをどん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 って叩いてるんですよ。あい、これは何々っつって、出てこいこの野郎っつって、バン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 叩いてるんですよ。出てこないんですよ。それを5、6箇所回るんですよ。おいっつって、でも誰も出てこないんですよ。でもさっきまで出入りあったとこもあるんですよ。みんなイルスを使ってるわけなんですよ。それで自分喋りかけたんですよ、その人に。すいませんと、失礼ですけど金貸しですかと聞いたんですよ。そしたら、そうですよと、それが何かみたいな感じで、まあ向こう言ってきたんですけど、いや違うんですよと、自分の関係者がここのアパートを買う予定なんですと、それでどんな住人が入ってるか見に来てるだけなんですよと。その人とは話は終わったんですけど、結局金借りてる人間ばっかりなんですよ。そしたらなんちゃんがね、その間に入ってるもう一人の人に、何なのあいつみたいなことをね、言ってるわけなんですよ。それでムカつくやつやなと、何ねあいつ、あのスカーフとかね、自分は思ってたんですよ。それで自分はね、一人射程を連れて行ってたんですよ。当時出た射程をね。それで住人がね、自転車で帰ってきたから、お前あいつに家賃いつ払うねんと一回聞いてこいと。それで行かしたんですよ、住人のとこに。家賃いつ払うねんと、早払わんかいと言うてこいと。それで行ったわけなんですよ。てめえっつって、家賃いつ払うんだよっつって行ったんですよ。そしたら、すいませんすいませんすいません、月末には2ヶ月分払いますっつって、まあそんな感じなんですよ。それでこらあかんなと、こんなアパート買っても家賃収益が入らないと、みんな滞納してると、こんなとこ買ってもしょうがないわっつって、まあ自分が言ったんですよ。そしたらね、その物件を探してきたのがなんちゃんなんですよ。なんちゃんがその物件を探してきて、なんちゃんの関係の社長に売ろうとしたんですけど、その社長が自分の知り合いの社長を巻き込んできたんですよ。だからなんちゃんにしてみたら売りたいわけなんですよ。そのアパートを売ったらバックがあるんですよ。でも自分にしてみたらバックも何もないし、自分の関係の社長が損するのは嫌だから、こんなあかんあかんっつって、そのまま報告やっつってね、言って行くぞっつって、そのまま SL のベンツ乗って行ったんですよ。そしたらなんちゃんのとこもね、そのまま車に乗って出たわけなんですよ。そしたら首都高速同じとこから乗ったんですよ。そしたら高速でね、抜かれたんですよ、なんちゃんのとこのベンツに。それで腹立つから、自分の車程が運転してたんですけど、行けと、抜かし返せと、あんなガキに舐められとってどうすんやと、行けっつって抜かし返したんですよ。そしたらまた抜かし返してきてね、それで結局ね、やられたんですよ、負けたわけなんですよ。それでそのまま社長とこに行ってね、ありのまま話して、買わない方がいいと。それで自分の関係の社長はね、買わなかったんですよ、お金を出さなかったんですよ、一円もね。それで結局なんちゃんは金にならなかったんですよ、そのアパートではね。それから後日ね、ゴルフのコンペでなんちゃんと顔を合わせたんですよ。自分の前の組だったんですよ。それで一緒に回ってる人間みんな知り合いだったんですよ、なんちゃんと一緒に回ってる人間がね。それで後ろからね、自分まっちゃんと一緒だったんですけど、めちゃめちゃ打ち込んだったんですよ、何回も何回もね。みんな知り合いだから笑ってるんですよ、後ろから打ち込んでもね。でもなんちゃん一人怒ってるんですよ、必死でぐるーっていう感じなんですよ。でもお構いなしでまっちゃんと一緒にバン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 打ち込んだんですよ。それで昼ご飯の時にね、なんちゃんが物言いに来たんですよ。そこでちょっと言い合いになってね、自分と、回るのが遅いからやと、遅いから打ち込んでるだけやと、まあバーって言い合いになって、まっちゃんが間に入って止めたんですよ、まあまあまあと。それでまっちゃんはね、そのなんちゃんの関係の社長とまっちゃんは知り合いだったんですよ。その関係でまっちゃんとなんちゃんは仲良くなっていくんですよ。その後に昨日まで話した S さんとの出会いがあるんですよ。そのね、ゴルフのコンペでなんちゃんと言い合いになったのはね、
はっきり覚えてるんですけど、その前のね、アパートの件、それね、頭から抜けてたんですよ。年取ったらね、忘れるもんやなと、なんちゃんに言われて、そうそうそうと、その前にそれがあったから、あの時コンペで後ろから打ち込んでるんやなと、忘れてるんですよね、その前のことが。はい。それでね、なんちゃんね、いろんな話してきたんですよ、今日会社でね。それで、なんちゃんのね、生い立ち、なんちゃんが、まあ、ヤクザになっていく過程でね、ものすごく成功者なんですよ。バリバリのヤクザだったんですよ。あの、初めてね、乗った車が、ベンツなんですよ。ちなみにね、そっから、うん十年経ってますけど、今もね、違うベンツ乗ってるんですよ。ずっとベンツを乗り継いできてるんですよ。ベンツ以外の車乗ったことないんですよ。それぐらいお金にもね、成功してきてるんですよ。でもね、その中でいろんな裏切りとかね、まあいろんなことがあって肩気になったんですよ。肩気になりたくてなったわけじゃないんですよ。今日ね、2本目、なんちゃんのね、そういう部分の話、ヤクザする前とヤクザしてからどんなことがあったのか、どういう風になんちゃんはヤクザをしてきたのか、その辺の話を今日の2本目でしたいと思います。はい、ということで今日はなんちゃんとの思い出話をしてみました。ということで今日はこの辺にしたいと思います。